引っ越しないんですか？なんかね、5月1日から多分新居だと思う。引っ越しって子供ができたからと推測してるんですけど、合ってますか？全然合ってません。あなたはセンスがないです。あ、もう普通に引っ越しです。もう1月から来ましたんで。クソタイミング良かったわ。むしろ。危なかった。ちょうど2年前の5月に引っ越してきたんだよ、ここに。ジャスト2年だね。なんかもうちょっといいとこ住もうかなと思って。どこ？ロータス？お前、俺のロータスお前終わりだよ、もう。品川に2年住んで、目黒に2年住んだから、なんか、次2年どっか住んで40で地元帰ろうかな。新宿ちょっと長すぎたな。新宿6年住んじったからさ。あ、レジディアって、レジディア帰ろうかな、1年だけ。じゃあ、品川2年住んで、目黒2年住んで、まあ、どっかに2年住んで、レジディア1年住んで帰るわ。そうしよう。じゃあその1年の間に実家に家建てて、まあ、家建つのって1年ぐらいかかるじゃん。その間レジディアに1年住んで帰るわ。決めた。賃貸って契約前に変えた方がお得なのに、家賃高いからさ、更新2ヶ月とかで100万200万払うぐらいだったらさ、引っ越しできちゃうしな。西麻布の家賃100万超えのタワマンですが、なんか俺、本当にタワマン住んでる人に申し訳ないけど、タワマン住んだやつみんなバカだと思ってるから、時間もったいねえ。うち今一軒家なんだけど、扉開けてすぐ道路ってもうマジで神だから、もう一軒家住めない俺は。もったいねえ時間が。あと高えよ。そう、あと回線もさ、広くて、時間効率が良くて、安くて、みんなマジ戸建ての方が安いんだぜ。本当に。1.2 倍ぐらいするぜ。なんかもう全然やらしてくれんやん。対戦を確認。全然1戸建ての方が全然安いよ。全然安いよ。それみんな1戸建ての方が高いイメージあるでしょ。全然安いよ。本当に。賃貸1戸建てって、安いんだよ、実は。ヘイブン、お前マジ、またヘイブンはやろう。本当に安いよ。東京引っ越してくるときは、それを念頭にやった方がいい。共益費かかんないし、そらたまの方が女にモテるから、いや俺も25ぐらいだったらさ、女にモテてとか言ってさ、タワマンとか住むけどさ、37、8でタワマン住んでても別に女モテねえだろ。加藤さんタワマン住んでるのみたいなので寄ってくる女なんか嫌だよ。タワマンと付き合っとけよ。絶対嫌だ俺そんなの。わかんない、20歳ぐらいの女だったらいるのかな、そういう人。お前金あるし、しこったりしなくなったんだろう。俺、15分前にオーナーにしてきたけど。ダサクとダサクの嫁がイチャイチャしてる切り抜き見たよ。微笑ましかった。一瞬だけどね。